富士重工業は11月25日、スバル、レガシーなどのウォーターポンプに不具合があるとして、国土交通省に、リコール、回収、無償修理を届け出た。対象となるのは、レガシー、エクシーが、フォレスター、インプレッサの4車種で、2008年2月2日から2011年1月14日に、製造された118,389台。 エンジンのウォーターポンプにおいて、ベアリング部の組み付き隙間が小さいため、ベアリングが破損し、ウォーターポンプが機能しなくなる場合がある。そのため、タイミングベルトが損傷し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して、再始動できなくなる恐れがある。改善措置として、 全車両、ウォーターポンプを、対策品に交換する。不具合は93件発生、事故は起きていない。 国土交通省からの指摘及び市場からの情報により発。